はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしていますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、本日はですね、今回の禁止改定で一番影響を受けたデッキじゃなかろうか、ジェスカイルーカ、これを、裏切りの工作員と草案の火を抜いて作り直したデッキでやっていきたいと思います。はい、夢ルーカということでね、もちろん持ってくるカードは夢さらいです。はい、プレイ。はい、それではやっていきます。なかなか手札があれだけど、しかもルールスか、ルールスが出て吹っ飛ばしていきたいところですけどね。はい、7枚でキープ。はい、熱烈な勇者。お？どういうデッキだろうね。あ、騎士デッキか。どうしようかな、どうしようかな。はい。願いのフェイ。はい、鼓舞する子さん。はい、ブロック。あ、今ちょっと完全に失敗しましたね。どうしよう。はい、時をほぐすもの、テフェリー。立派な騎士戻しましょうか。はい、立派な騎士。はい、漆黒軍の騎士。さあ、本体6点か。はい、空の粉砕。はい、立派な騎士。すごいね。一回吹っ飛ばしてもまた復活してきましたね。違うな。はい、ナーセット。はい、2点ダメージ与えて、これでターン終了ですね。空騎士の先兵、クラリオン引いてほしいね。もう本体狙ってきた。しかしクラリオン来い。クラリオンは小塚か。はい、願いのフェイを普通に出して、これでターン終了ですね。きついな。
ルールス関係ないのがきついね。どうしようか。しのぐしかないっすね。のぎきれるか。はい、次へ。はい、これしない。ターン終了。はい、ソラキシの先兵。ここのハンコンがね、かなり強いんだ。こうなると。さあ、なんとかしのぎきりたいね。はい、パス。はい、ブロック。まずここをブロックして、ここをブロックで、こうか。はい、ブロック。はい、ターンもらいます。これはこれは。血を出して。はい、クラリオン。はい、殴ります。アタック。まあ、これ土地出せないのか。まあ、テフェリー出しておきましょうか。はい、これでターン終了。はい、ルールス。はい、対戦ありがとうございました。はい、それではやっていきまーす。手札が2枚はちょっと厳しいね。3枚。まあ、願いのフェアちょっと置いとこうか。さあ、3ターン目のテフェリーで。ああ、そう来るか。さあ、1点。さあ、舞台照らしは、舞台照らし来ない。そうか、舞台照らし来ないか。それじゃあ、テフェリー。はい、手札に戻します。願いのフェイで何か持ってこれるかな。4マナ、5マナ。はい、アナックス。やだね。まあ、戻すにしても、ここは2点食らうか。はい、次へ。ターン終了。緑入ってたんですね。はい。さあ、アナックスを殴ってきたんで、はい、借り手で戻します。もう一回アナックス出てくるかな。おお、そっちか。まあまあまあ、仕方ないですね。
はい、踏みつけ。さあどうする。はい、ナーセット。さあ5マナ、骸骨の巨人。はい、ナーセット起動。おー、はい、エルズペス死に打ちか。これはでもあれだな、アナックスに置いときたいけど、まあ、アナックスはまあまあテフェリーで戻したりいろいろできるか。まあ、先にテフェリーを戻していきたいですね。ゴジラ、おお、なかなか予想外なカードが来ましたね。こいつトランプル持ってんのか、結構厄介だね。であれば、はい、夢さらい。ただエンバレスの宝剣、これにつくとなかなかとんでもないことになりますね。まあブロックして、あ、それでもきついか。宝剣持ってそうな感じですね。ブロックせざるを得ないか。いや、宝剣使えないのかこれ。パス、ブロックしない。多分1マナ足らないですね。はい、アナックス。ターンもらいます。とりあえずゴジラを戻す。ここでクラリオン撃っちゃった方が良さそうだな。はい、クラリオン。はい、対戦ありがとうございました。はい、それではやっていきます。さあそれでは、7枚でキープ。リターン終了。リターン終了。リエール。はい、オッケー。はい、パス。はい、ターンもらいます。はい、ターン終了。
これはカウンターされるとめっちゃきついんだけど、この2マナがね、気になるね。ドビンの拒否権だったらよかったけど、このカウンターが決まるとめっちゃでかい。ただこいつがいるからあんまり効果なかったか。いやいや、そんなことはないですよね。はい、2点ライフ支払って、まあ、ワンテンポ崩しに行こうか。はい、戻します。はい、ドロー。はい、次へ。ターン終了。はい、踏みつけ。はい、骸骨の巨人でターン終了。まあ夢さらい出してもよかったですけど、まああえてね、ルーカでいきましょう。アタック。お、ブロックしてくる。であれば普通に夢さらい、ま、通ればルーカで夢さらいだったんですけど、意外だったの。ブロックしてくるのか。まだライフ20あったのに。さあ、夢さらい。かなり赤青だと対処難しいんじゃないかな。はい、4マナ。約束の終焉。はい、呪言。フェニックス。さあ、まあとりあえず殴りましょうか。はい、アタック。さあ、もう一体夢さらい。さあ、このまま押し切りたいですね。ちょっとルーカが活躍全然しないのが 気がかりですけど、普通に先に夢さらいが出ちゃうんですね。6マナと5マナの差ですからね。
もっとなんか別の方がいいか。なんか、ルーカ抜いてもいいんじゃないかっていうレベルですね。こうなってくると。はい、対戦ありがとうございました。まあちょっとまた、ウィノータと同様、ルーカも、考えていきたいですね。はい、それではデッキ紹介いきます。はい、夢ルーカということで、まあ、夢さらいの夢ですね。ただもう取ってつけたような感じのデッキ名ですけども、願いのフェーガにドビーの拒否権が1、厚かましい借り手が4、神秘の論争が1、王位を裂くもの、ナーセットが3、骸骨の巨人が4、九州が1、時をほぐすもの、テフェリーが3、豪王のクラリオンが3、空の粉砕が3、エルズペス、死に打ち勝つが2、銅まといののけもの、ルーカが3、夢さらいが2、有事の力が2、平地が2、バントレス城が2、島が2、山が2、神聖なる泉が4、蒸気孔が4、聖なる鋳造所が4、ラウグリンのトライオームが4、グバの小道が2、あとまあサイドボードですね。墓掘りの檻が1、ドビンの拒否権が1、九州が1、古き道のナーセットが1、至高の旋風が1、エルズベス死に打ち勝つが1、時の一掃が1、次元の浄化が1、目覚めたモーカチャンドラが1、有事の力が1、見事な根本原理が1、ヘリオッドの介入が1、発展葉っぱが1、集団強制が1、島が1ということでね。はい。まあ、実際、草案の人、裏切りの工作員が抜けて、まあ、フィニッシャーが夢さらいに変わったんですけども、まあ、対戦中にもちらっと言いましたけど、ルーカが5マナで夢さらいが6マナなんで、1マナしか変わんないんですよね。割と、ルーカ通さずに夢さらいっていうパターンが多いですね。ほぼルーカ通さないですね。それが、ちょっと実際ルーカいるのかなっていう、本末転倒な状態なんですけども、ちょっと、ウィノータ同様、全く違う形で考えた方がいいかもしれないですね。まあ、夢さらい強いのは間違いないですけど、ちょっとルーカの使い道としては弱いですね。はい。まあ、そんな感じで、今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、バイバイ。